下ちゃんだな。ペッカちゃんのドデカレコーどうもデッカちゃんだよ。今日は七夕ということなので、皆さん短冊に願いを込めましたか？今日紹介したいのはですね、短冊 CD ってご存知ですかということなんですけども、短冊 CD というのがありまして、これはですね1988年ぐらいから、1998年2000年ぐらいまであった CD なんですけど、ご存知でしょうか？ババーンって感じですけども、ね、中で知ったアーティストの方ももうジャケット見ればこれっていう。なぜ短冊 CD って言われるかというと、このように短冊型なんですね。こう短冊型で8センチシングルとも言われております。これはイエンタウンバンドですね。こう中を開けますとこういう風に、これが8センチ CD ですね。しかもここに歌詞カードが書いてるんですね。そもそも皆さん今はダウンロードとかね、もうサブスクでも聴けるなんて、もう贅沢な時代でございますけども、音楽の始まりって言ったらまずはまあレコードですかね。レコード、こういう風にね、持ってる種類が独特ですけど、タケチャンマン、ピンクレディ、こういう時代ですね。80年代とか70年代。これでかいレコードも。これは三平のレコードでございますけども。で、レコードの次はカセットですね。カセットですね。ストレイテナーとアートスクールのカセット持ってましたね。これ、オールナイト日本、シャイニングという僕の最初の方にやってたコンビで出たオールナイト日本のやつとか、こういうカセットテープでね、これでですね、このラジカセというのにガシャって入れてですね、これでテレビとかを録音してて、ね、途中でお母さんとかがご飯できたよみたいな、それが入っちゃうから音楽番組とか録音してもね、ダメになったりとか、そういう思い出があるようなカセットです。僕は今年で44歳になるんです。昭和51年生まれなんですけども、カセットから始まりましたね。だから最初に買ったカセットは明石家さんまさんのベストと、トンネルズの市川と宮島というアルバムを買いました。で、この後こういうね CD、 よく見かける CD とかですよね。この CD の8センチ版ということです。短冊 CD と呼ばれる先ほどのあれが出るんですけども、その次に出たのがこの MD ですよね。 MD、 これでも公式の本当にこれのアーティストが出すやつも売ってたりもするんですけど、なかなかね CD も売ってるからどっちがいいんだろうみたいな感じで、 CD の方がジャケットがあって楽しいみたいな、だってなかなかね公式のんでは売れなかったんですが、これにね録音しとくと、なんで傷が入ったりもしないんで、音響さんとかには重宝されてますね。未だに使ってる人もいますよね。僕は短冊 CD コレクターなんですよね。ババーンってこのタイトル見てもビーズですね。ビーズのほぼ持ってんじゃないかな。ビーズはこういうね、ついつい買っちゃうんですよね。こうシャズナ、メルティーラブ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 あれね。それでですね、こういう CD もあるんですけど、このレンタル落ちと言われるレンタル CD 屋さんがね、こういうシールとか貼って安くなるの、50円とかで売ってるんですけども、こういうので集めております。最近なかなか売ってるとこお見かけしないので、ぜひそういう情報がありましたら、ここ売ってるよ8センチ CD とかいう情報がありましたら、コメントとかに書いていただけたら嬉しいかなと思います。この特徴といえばですね、こう開けるじゃないですか。こう見てなんか感じませんか？何この網、実はここパキッて折れるんですよ。パキッて折れてさらにコンタクトにできる、このビーズのアローンなんですけど、見た感じは一緒じゃないですか。でもここさっきのとこがないんですよ。ここパキッて折れてて、こういう風にコンパクトになる、よりコンパクトにしまいやすい、場所取らないみたいな、これの半分になってるんですよね。でもコレクターとしてはこれ嫌なんです。これやっぱりこう短冊型の CD がいいんですよ。これがいいんです。これが集めてる、なるべく折らないようにしていただきたい。あとはですね、もうきっちりこういうケースとかが売ってたりするの。ケースが売ってたりしてね、この頑丈になって、こういう
中にこういうのも入ってたりするこういうのケースに入れてるね。結構ねジャニーズファンとかアイドルファンの人はこういう丁寧に扱ってるんでね、こういう綺麗なまま保存されてる方が多いです。そして特徴はですね、その普通の形だけじゃないんですね。結構グレイさんがいろいろやってまして、こうね、このソウルラブと誘惑色のついたこういうパッケージ出したり、これだともうここ折れないですよね。こういうのとか Be with you、 これなんかパカって開いてね、もうここに二郎さんのここになったと。これね、ラルクさんのブック本みたいな、何これ、 CD なの。ここに入ってるんですね。ここになんで写真集とかペラペラペラーとかあると、こういうのもあったり、これね、もうマリス・ミゼルさん、この肌触りがカサカサしててね、他のはツルツルなんだけどカサカサしてていいんですよね。こういうタイプはガクトさんのね、バニラのここおしゃれなケースに入ってて、こう見開きでもちゃんとね、こうやってもね落ちないようにここで止め、まあ気配りがすごいよね、やっぱね。こうビジュアルを大事にしてる、こうアーティスティックな人はね、アーティスティックなミュージシャンはこういういろんなのも出してます。勝俣さんがいるチャチャでございますね。チャチャ、こういうのもずっとずっと見てられる。そしてですね、 TM ネットワークさんもね、こう開くタイプのバカーって開いてね。そしてこのこれも TMM さんのね、リズムネットビートブラックなんですけども、これね1曲目はリミックスが入ってて、2曲目はなんと電気グループさんがこの音源を使って素敵なライムをやってるんです。もうこの勢いある電気グループさん、よく好きでしたね、聞いてましたね。 TM さん風な電気グループさんがありますけども、これ僕給食の、中学の給食の時間にリクエストしてかけてもらったな。これ結構8センチシングル、短冊 CD にしかない音源っていうのがあって、このスピードさんのね、もう超有名なボディ&ソウルでございますけども、ボディ&ソウルの3曲目でですね、ハンドバックミックスっていうのがね、またちょっとかっこいい、クールでかっこいいリミックスで、僕よく DJ でかけさせてもらってました。でこのヒデさんのね、テルミーの2曲目のね、スキャナーっていうね、これスキャナーっていう曲はアルバムにも入ってるんですけど、このバージョンは愛のデュエットバージョンということで、なんとルナシーのリュウチさんとスキャナーをバーって激しく歌い合うんですよ。いやこれ最高なんですよね。そしてまあね、これこのためのユニットというか、もう V2、これね、ヨシキさんと小室さんの V2 でございますよ。これもね、こう素敵な歌がありましたりとか、8センチならではの、そういう企画だったりもあるんですよね。これカステラっていうバンドなんですけど、夜明けっていうね、まあまあ普通の8センチじゃないと思うんですけど、9曲入りのアルバムなんですよね。アルバム、もうアルバム出しちゃってる、これで。これ多分インディーズの頃なのかな、多分インディーズで出してんじゃないかな、これ。うん、カステラっていうね、もうアルバムで出しております。だからもうこれを見てるだけでテンション上がりますよね。また、タマさんとかね。うわぁ、カジヒデキさん。ね。うわぁ、この夏にピッツチューブですよ。チューブ、湘南マイラブ。そして、わ、これも夏じゃない。フォーエバー。で、なんと、この、まあ、これ90年代の終わりで、この短冊 CD っていうのがなくなるんですが、これがもう2000年代、この令和になった、もう最近出してる人もいるんですよ。このサカナクションの、モスとかね、忘れられないのが入ってます。そしてこれ、ダンスマイジェネレーション、ゴールデンボンバーが出してるんですよね。いや、やっぱり僕も、やっぱり出すんなら、これ出したいっていうのが夢ですね。うん、こういうおまけをついてたりね、当時を再現してるんでしょうね。メティラー、メティラー、メティラー。髪の毛赤いのもシャズナのイザムさんとヒデさんに憧れてこうやって、僕の宝物。宝物ってもう僕の失礼な話なんですけど、とある番組で
グレートチキンパワーズの北原さんにお会いしまして、なんとサインを書いてもらってます。ミックスジュースでもこの曲めちゃくちゃ売れたと思いますよ。見てこの50円って書いて、もうレンタル落ちの、失礼でしょ、失礼だけど心よく書いてくれたんです。もうこれ宝物です、ありがとうございます。ってなるとですよ、いやいや、でもどうやってこれ聞けばいいの、こんなちっちゃい CD どうやって聞くのっていうね、ありますよね。さあ、車で CD こう取り込んだらね、壊れますからね。これどうやって聞くんだって話なんですけども、すごいその当時画期的なグッズが出てるんです。それがこちら、ブーアダプター、設置アダプター。これでこれにこれを装着すると普通の CD のサイズになるから、こう取り込めたり、どのサイズの CD プレイヤーでも聴けるというなるんですけど、これこのね、ここの爪が3点ありまして、ここにですね、うまいこと止めるんですよね。こうカシャカシャカシャ、ほら同じサイズだよ。これだからカーステレオでもいいんですが、これたまにきっちりつけないとね、出てこなくなる事故がね、多発しましたね。壊れちゃうんですよ。だからね、もう僕も本当 DJ 最近やらせてもらってるんですけども、 DJ やるようになったのもこれで DJ したかったんです。だからこれをジャケット置いて、この曲今から行きますみたいな感じでやりたかったんですけど、やっぱり何度かね出てこないっていう事故がありまして、さすがにこれ出てこなかったら次の DJ さんも DJ できないし、お店にも迷惑かかるし、なんでもうやめたんですよね。まあ、でこのアダプターももう廃盤でも作ってないんですよ。だから貴重なのアダプターなんでですね。なのでこういうね、こういうタイプの CD、 これパソコン取り込む用なんですけど、こういうやつなら全然これで大丈夫でございます。安心して出てこない心配はございませんのでね、皆様これこういうのを買って取り込めるようになると思います。というわけで、デカちゃんの、短冊 CD 8センチシングルの、説明でございましたけども、いかがだったでしょうか。こういうね、トークベースのも、YouTube で発信していきたいと思うので、デカちゃんのドデカレコーズをぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上デカちゃんでした。